始めさせていただきたいと思います。本日はお忙しい中、皆さんお越しいただきましてありがとうございます。私は認定史跡、歴史的文化財の仙台県の歴史的文化財を守る会の吉田あかねと申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。本日はですね、その仙楽寺の、この問題に関して、マンション建設、この問題に関してですね、私たちが、活動してきた中で、この問題をこのままマンション建設というだけで終わらせてはならないという思い と、その中で社寺仏閣というものがやはりこの日本の今の法律の中で景観として守られるものが何もない、この状態をじゃあこれからどういうふうにしていったらいいのか、このような問題をですね、私たちは今回シンポジウムを開催するということで、皆さんに皆さんと一緒にですね、この問題について考えていけたらと思って、今日開催することになりました。そして今回は日本景観学会会長、法政大学の名誉教授でもあられる五十嵐先生にもおいでいただきまして、そして、京都神戸の、松陰女子学院大学大学院の教授中林先生、そして、浅草での景観問題での訴訟を経験されている白田さん、そして仙楽寺の武田さんに4名の方にですねパネラーとしてディスカッションもしていただきたいと思っております。このディスカッションなどその内容に関しての総合司会をですね、中尊寺で中尊寺の世界遺産の登録の時に五十嵐先生と一生懸命活躍されたフォトジャーナリストの佐藤博也さんにお願いしてこのシンポジウムを進めさせていただきたいと思っております。ディスカッションの際にはですね、皆さんからもしお時間があれば質問なども受けたいなと思っておりますので、どうぞお話の中で聞きたいことなどがありましたらメモを取っていただけたらなと思います。そして今日はですね、後ろに署名もご用意させていただいておりますし、あと、募金箱といって活動資金もちょっとこれからかかっていくので、もしお心がございましたらそちらにも入れていただけたら幸いです。では、早速始めさせていただきたいと思います。では佐藤さん、よろしくお願いいたします。佐藤博也と申します。どういうわけか私にやれということで吉田さんから言われたので、あんまり仙楽寺については結構難しい謎というようなことでこの1週間相当文献にもあたってやってきました。で、分かった部分と分からない部分があります。そして今日はその仙楽寺の謎、そしてその謎を解くことがですね、今後仙楽寺の美しい景観を守り抜くキーになるんじゃないかと思っています。そこで今日はですね、一番最初に景観学会で会長をやられてるんですが、私ども一緒に平泉、高野山、日本中の世界遺産候補あるいは世界遺産になったところを回ってきました。そして美しいものをどうしたら守るかということではおそらく日本で第一人者だと思っております。それでは五十嵐先生に40分ほどですね基調講演をしていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。五十嵐です。40分ほどお話しさせてよろしくお願いします。私はちょっとスライドとパワーポイントは左でレジュメに基づいて少しお話しますので、皆さんのお手元に私の今日付のレジュメがあると思いますので、それを見ながらちょっとお話を聞いていただければと思います。私も先週ぐらいここに初めて来たんですけれども、あそこにマンション、8階建てのマンションを渡すというのを想像していただくと、どっか変だなとみんな誰でも思うんじゃないかと思います。で、なぜ変かというようなことを言うと、やっぱりその赤穂浪士がこういるのに、その前に赤穂浪士っていかにも使わしくないマンションが建つとかですね。
あるいはこの三門中門含めて美しい戦楽器の景観に合わないとかっていうことを立ちどころみんな言うと思いますけれども、で一方でですね、これはあの紛れもなく建築確認というのを受けた、まあ、ちょっとこれは後で、少し傷があるようなことも聞いておりますけれども、受けてですね、合法的な建物であるということになると、これ一体これからこう明日からも工事始まるらしいんですけれども、この工事に対してどうしたらいいかというようなことをみんな、あのなんていうか、ちょっと躊躇しちゃうって言いますけど、どうしたらいいかわからないという時代にみんなそう思うんじゃないだろうかと思います。そこで今日はですね、私自身の息を延べさせていただいて、本来ならこのマンションは私は建築すべきではないというふうに思ってますので、なぜ建築すべきではないかということを少し、大きな視点からですね、いくつかお話しさせていただきたいというのがこのレジュメの趣旨です。で第一番目にですね、これが世界の人たちと比べて日本が一番、弱いと思うのはですね、先ほど冒頭佐藤さんがありました、美しい建物とか美しい景観だとか美しい作法というものについて、これほど特に私自身は昭和30年以降、その高度経済成長以降じゃないか、これだけないがしろにしている国はもうないんじゃないかと思うくらいに非常にこう曖昧になってきたんです。例えばヨーロッパのところ、フィレンツェでもいい、ローマでもいい、スペインでもいいですけれども、例えばこのお寺さんの前にこんな建物を建つといったら立ちどころにダメって言いますか、誰が法律がなってようとみんなダメというんだと思いますけれども、なんとなく日本でこれバラバラになってきて、土地あるところを全部商売に使って欲しいみたいなのがだんだんなってきたと。でこれを別な言い方すると、美しいとか、素晴らしいとかっていうことはみんな主観、確人勝手でこれを美しいと思う人もいれば思わない人もいて、そんなみんな自由ですよということが、こううちの大学でもずっと授業して20年間授業してたら、みんなこう学生団たちも美しいとか美しくないとみんな主観であるということがあります。で一番大きい問題はこの主観か、まあ、客観かというところをどう整理するかを少し、論理的に分析し、新しい価値基準を作らないと話が全然進まないと思います。おそらくここの業者さんと話してもですね、それはあなたたち景観を美しいというのは分かりますが、私は美しくないと思いますよ、あるいは自分は美しいものをさっぱり壊してないと思いますよ、こういろんなこと言うと全然決着点が見つからないということだろうと思うんですね。しかし皆さんご承知の通り、美しいというものについては完全に客観的でランキングがあります。一番重要なのは文化財保護法というのがありまして、ここでちゃんと国宝とか重要文化財とか、あるいは特別史跡、国史跡な史跡となりまして、これやっぱりいろんな現象を建物の話、極端に食べ物もですね、世界遺産になるというぐらいですから、いろんなことについて世界から言うと当たり前のことが一部ね、日本の法律でもある、これはなんて言いますか、全部主観じゃなくて一定のものについては客観的なことがあるということがあって、初めて基準が見えてくるということだろうと思って、ここが一番の争点で、これを何とかしないと私の生きてる間に何とかですね、美しいものは美しいとみんな合意するという社会を作らないと、この戦略心だけじゃなくていろんなところで文化がどん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 破壊されていくんじゃないかと思っています。でその時に私が勉強した感じで言うと、最も明快なこの美しいものについてランキングを持っているのは世界遺産の基準だと私は思っています。この間もうすでに1000いくつになっているんですけれども、これ非常に厳格な手続きと厳格の基準に基づいて世界遺産に認定されるということになっています。で世界遺産に認定されれば当然のことですけれども、泉岳寺ももちろんそうですけれども、泉岳寺のバッハゾーン周辺もですね、一切建築は禁止されるということです。一番有名な例で、例えばケルンの大聖堂の前にケルンの大聖堂を超える建物を建てる、直ちに建築中止ですし、日本でも原爆ドームになります、あそこの前にですね、マンションを建つときにやっぱ広島市民頑張りまして、これ建築中止で、いろんな時ありまして、私どもがユネスコの方に通告すると、必ずユネスコの方からですね、構成資産、尖閣寺の尖閣寺構成資産としてバッハゾーンがどうなってるかということを完璧に 見ておりまして、それでユネスコの方から私の関係する役所に対して、これはバッハゾーンを動かすので建築をさせないように、仮にこれが建築許されたあとはここ絶対させないように勧告を出すということがあって、非常に確固たる
決意を持って世界遺産として文化を守っていこうという姿勢が世界にはあるということです。でそれに基づきましてですね、この戦略地ってどう考えたらいいんだろうかということです。もちろんあの皆さんご承知の通り、ここは一部史跡等にやってますけれども、ある種国宝的なものとか、あれも別の言い方すれば法隆寺とかですね、あるいは金閣寺と金閣寺のような、まあ、誰が見てもですね、これはすごいなという感じは正直私はいたします。しかしですね、考え方によっては法隆寺や、金閣寺、金閣寺を超えるかもしれないある価値を持っているという感じもします。その一番大きい理由はやっぱ赤穂浪士がここにあるということでありまして、この禅宗としての寺としての泉岳寺とこの赤穂浪士を合わせれば、どういうストーリーになって、それはどういう美しさですかね、それは普遍的な価値を持っているかということをどう証明するかというのが課題ではないかというふうに思っています。でまずですね、いろいろ先ほど佐藤君からもいろいろ調べてもらったんですけれども、これは江戸元禄の事件なんですけれども、江戸の元禄の時代にですね、これがまた非常に不思議なんですけれども、宗派別に寺院を調べたところ、一番大きいのは浄土宗ですけれども、禅宗の中に大爆宗と僧侶宗といくつかあるんですけれども、その3つ合わせるとですね、江戸時代に一番大きいのは禅宗であるということです。でここはそのレベルと非常に後で、説明があると非常に名刹でありまして、おそらく江戸時代のある種の精神世界のある種のシンボルではなかったなというふうに思います。ただそのことと赤穂浪士の事件がどういうふうに結びついているかというのは、実は私にはよく理解できました。非常に抽象的に言うと武士道という形で言うと、禅宗と武士道は純接近感がありますし、もちろん赤穂浪士の討ち入りというのもある種武士道の精神の発露と言われているので、そこでは抽象的にこうくくれるんですけれども、世界遺産になるとですね、これ非常に専門家が全部入りましてですね、完全に証明しなきゃいけない、もうそのストーリーが厳格でですね、世界中の人を納得させなきゃいけないですので、その環境を明らかにしなきゃいけないんですけれども、どうも今私が知っている情報だけ聞きますと、たまたまこの泉岳寺さんは浅野さんの菩提寺でありましてね、菩提寺であるためにその赤穂浪士の人たちもここに来たということで、なんかこんな非常に論理的なレベルでここに来たのではないのではないか、別な捉え方もあるのかもしれませんけど、大きく振れば武士道という形でこの泉岳寺と赤穂浪士は一体として考えることができるというのが一つです。2番目はこれが非常に今後の課題になるし、皆さんにぜひ考えてほしいんですけれども、おそらく一つの事件をめぐってですね、これほど当時の歌舞伎とかですね、講談とかですね、絵画とか、いろんなところでずっと宣伝されてきたものないんじゃないかと。江戸幕府から明治に変わり、明治からさらに戦後に変わっても忠臣蔵っていうのはいろんな感じでですね、いろんないろんなことを調べていただくと分かるように大田領が語られています。多分織田信長とかですね、あるいは坂本龍馬とか匹敵するぐらい多く言われていると思うんですけど、これ一体何なの、何をこう時代を超えてですね、こう訴えられているんだろうかというと、もうちょっとこれ深く見つめる必要がある。つまりストーリーの中でこれ国民に支持される、もっと最近はここは外国人も非常に多いらしいんですけれども、なぜ外国人がですねこういうところに来るのかというようなことを含めて、我々の想像力も及ばないような大きなストーリーをみんなそれぞれの形で感じていてですね、感じていて、それがそれぞれの形で絵になったりテレビになったり小説になったり記録になったりして、もちろんこの参拝する人もそうなんですけれども、これに広がっているのではないか、今後これが一体どうなるかということも、その泉岳寺と赤穂浪士の問題を考えるのは非常に重要なことではないかということです。さらにその前提としてですね、元禄の文化というものをどう考えるかがありまして、これについても皆さんいろんな想像力があると思うんですけれども、とにかくちょうどバブルの時代に、元禄再現みたいなことでちょうど浮かれてたというか、ものすごく豊かになってですね、ある種権力の統制が非常に緩んできて、その代わりに学術的なことも、歌舞伎とかそういうものについても非常に発達した時期というふうに、考えられておりました。そこに赤穂浪士の事件があって、その権力文化と
うまくシンクロして、なんか国民に受け入れられてるのかなと思うんですけど、原子力文化ってどう捉えたらいいかということなんです。ストーリーを作るというのが大きな要素ではないかというふうに思います。ただ少し気になるところがありましてですね、原子力文化というとやっぱり江戸を中心として非常に語られること多いんですけれども、やっぱ髪型がどうなってたかですね、もっと言うとですね、地方文化がどうなってるかやったらもっと全国的なレベルで元禄の物語ということをもうちょっと調査したり研究したりした方がいいのではないかというふうに私は思っています。たまたま先週別の行事がありましてですね、佐渡の金山を世界遺産にするかどうかで新潟に行ったついでですね、時間があったのを富山に回りました。それ偶然八尾という皆さん風の盆歌で知ってると思うんです。あそこに行ってですね、それびっくりしたことを変化しました。おわらというのを見ることによって、あの悲しいメロディーがなぜどうしてできてきたんだろうかという時に現地に来ましたらですね、実は起源がありますというですね、どういう起源があるかといったら、元禄のちょうどここで放浪士が打ち売りした頃にですね、富山の八尾の当時の住民というか市民というか町民がですね、殿様のところに行って、これ非常に難しいんですけれども、これウィキペディアとみんな出てるからそのまま読みますけれども、町立てお墨付き文書というものを取り戻して、その三日三晩嬉しくてですね、酒を飲んだり人形を歌ったり浄瑠璃やったりして大笑いして、大笑いが お笑いになったということ。この町立てお墨付き文書とは何かということをそのように聞いたら、みんな地元の人たちは町づくりをする権利を殿様から自分たちで取ったっかしてですね、自治権をいただいた。その伝統があって、ずっとわらというものを自分たち、要は町民参加でですね、全員参加でずっと伝統を維持したんですということをわらの人が言っておりました。ちょっとまあ今日帰ったら風の盆とかこういう引いてくると、この町建て、町で建築の権利、町建てお墨付き文書というものなんですけれども、その町づくり権だということを言っておりまして、もう元禄の時代にですね、ここから見ると八尾なんて誰も知らないと思いますけれども、そこで、町民が自分の町づくり権利を取り戻して、大きな山車も作りますしね、それ非常に建物も非常に立派なので、綺麗な建物を作っている、日本でも見事なくらい美しい建物を作っております。これ300年、残ってきておりまして、その象徴的な例として、火事の問題、これも5000人の町にですね、20万人の前に押し寄せるような世界的な文化になっているということなんです。そういうレベルで元禄文化を見ると、もっといろいろな形で元禄文化を語れるのではないかという気がしているということです。それでだんだんと中に入ってきますけれども、じゃあ世界遺産についてですね、これ世界遺産って言ったら皆さん世界遺産って言うと法隆寺であり金閣寺であり銀閣寺であり平泉こう思うし、最近で言うと富士山とか富岡製紙とか思うんですけど、なぜ泉岳寺がそういう意味での世界遺産かというとですね、今から少し証明しますとですね、世界遺産に理由の基準があるんですけれども、これは書いておきましたけれども、6番目にですね、こういう基準があります。顕著で普遍的な重要性を持つ出来事、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学作品と直接または実質的な作品と関連することというのがありました。重要な普遍的価値を持つ出来事があれば、これは世界遺産として、基準として考えましょうということです。で具体的にはですね、これ皆さん非常に有名だと思う、と思いますけれども、マンデラさんという方、これは亡くなったんですけれども、あの人がアパルトヘイトにですね、反対しまして、アフリカの、ロベン島というところで、長年刑務所に入れられています。で、出獄しまして大統領になって、これノーベル賞をもらって亡くなったんですけれども、あそこはこの禄に当たるということで、刑務所は必ずしも美しいわけでも、価値があるわけでもないんですけれども、アパルトヘイトがあそこに閉じ込められてて、そこから出しとか出獄してですね、アパルトヘイトを打ち破ったという出来事そのものがすごいということで世界遺産と。で一番大きいのはそこでアパルトヘイトに反対する価値というものが世界的な価値観を持っていて、
でそれを体現したマンデルさんをノーベル賞にし世界遺産にするということです。その他にですね、アウシュビッツというのがありました。これは不能遺産と言われているものなんですけれども、アウシュビッツもあの建物自体が美しいとかそういうわけじゃないんですけれども、やっぱりある種のですね、非常に悲惨な出来事の一つのシンボルとして世界遺産ということです。日本でいきますと原爆ドームが実はこれになっておりましてですね、原爆ドームまああの建築もまあやや美しいとずっとばかり言われてですね、世界遺産になるほど の価値を持ったものと思われませんけれども、原爆にあったり残っていることによってですね、世界遺産登録されたということがあって、その中で一番大きくある出来事とか信仰とか思想がですね、普遍的価値を持っている場合には、それが世界遺産に登録されるということです。でなんでそういう出来事が世界遺産に登録、世界遺産に登録されたとそれが永久保存であるということ とですね、それからそれを壊す一切の周辺の構築物や作業が注意されるということです。なんでそうなんだろうと私なりに解釈しますと、やっぱり今原爆ドームとかアウシュビッツとか、アパルトヘイトを聞くだけである種の感動を揺さぶると言いますかね、あるいは教育効果があったんですね、あるいは救済、人々のこうどん底から救済するとか、あるいは浄化するとか、あるいは一体感とか、あるいは希望を与えるとか、あるいは想像力を刺激するとかって、これを普遍的価値として守らなきゃいけないということだろうと私は思います。今の言語で言うとそういう意味で泉岳寺さん、つまり宗教禅だけ限りませんけど、まあ、禅は特別だと思いますけれども、ある種の宗教的なものとこの赤穂浪士が一体になっているということは、非常に世界遺産にノミネートされる非常に有力な構成資産ではないかというふうに私は思っています。でその際非常に重要なことがありますです、ね、何が一番問題かと言いますと、一般的にあの世界遺産の基準はですね、西欧精神です。一番頂点にキリスト教がありましてですね、一神教がありまして、そこで自由、平等、博愛というものが大きな価値基準になっています。それに基づいて西欧はそのいろんなものを見ていくということ、その出来事などについてもそういう価値基準について見ていくということです。これに対して日本は別な思想がありましてですね、特に武士道とか神道とかあるいは仏教とかってそういう思想の一つの日本的な独特な、一つの思想形態だと思いますけれども、このですね、武士道などについて例えばですね、義は義です、忠義の義、あるいは勇、勇気の勇、仁、あるいは礼、誠、名誉、忠義というのが武士道の精神をくくればですね、義とか名誉とか、仁とか礼とかということでくくれる。その中で一番大きいのが忠義である。これは武士道の一番の中心であるということであって、まさしく赤穂浪士の忠義というものを守ったものとして皆さんこういろんな形で理解しているんだと思うんですけど、この忠義というような概念がですね、いずれ世界の中のある価値観を占められるかどうかということが非常に大きいのではないかと私は思っています。で、これ見方いろいろあるわけでありまして、こんなあだ討ち討ち入りなんて野蛮な人殺し事件を何でこんなものいいというのかっていうの見方もあるでしょうし、あるいは権力に対する反乱と思考の抵抗は正しいという見方もあるし、これは功労士のある教会にとって山ほどありまして、なかなか難しいんですけれども、私の感じではこのまま世界がですね、日本だけで言えば均衡原社会だとか、世界中で見ればエネルギーがもう枯渇するとか、食料枯渇するとか、あるいは戦争が絶え間ないとか、あるいは民族差別がいろいろ起こるとか、あるいは宗教戦争が起こるのという時に、おそらくいずれ自由平等博愛というようなレベルだけではですね、価値観に処理しきれない一般のいろんな問題が世界中に出てきまして、いずれこの武士道的な精神、その中で一番大きい忠義などというものも世界の普遍的価値になっているかもしれないという感じもちょっとしておりましてですね、これがだから、世界の普遍的価値というものに、上昇できるかどうかというのは5年後、10年後、50年後、100年後、200年後を見てですね、考えなきゃいけない
まあ、ひょっとすると世界中から認められる一つの価値のシンボルになるのかもしれない。でその時は、この戦略なども箱押しともにですね、世界の記録さんとして残されるのかもしれないというふうに思っているということです。でさらに言いますとですね、じゃこれどうしたらいいかというと、これ今日集まっている皆さんだけじゃなくて戦略さんにもいろいろあるんですけれども、やっぱり世界遺産になるためには努力しなきゃいけない、ただ過去のものを守るだけじゃなくてですね、努力しなきゃいけないということです。でこの守るについて今までは全部一番最初に国と考えてたんです。全部国が守るものだったら法隆寺とか平泉とか、まず国が守るべきものだということになってたんですけれども、その次自治体で守りましょうということですが、ユネスコの方はもっと徹底しておりまして、国自治体も重要だけれどもそれだけでは守りきらんということを完全に理解しております。非常に去年一昨年ですか、京都で40周年大会あった時にですね、バーミヤンのところの市長さんが来ましてですね、国や自治体だけではバーミヤン遺跡守りきらない、ユネスコからの援助でですね、いろいろ直してるんだけれどもとても守りきらないということを訴えるんです。なぜ守りきらないかというと、実はそこに集落がありましてですね、その人たちが非常に貧しい。だからせっかくユネスコが来て保存してるのはこれ全部盗掘しですね、全部売っちゃう。で一番重要なことは教育そのものをやらないと国や自治体だけでは直しきらん、保存にしきらんということがあり、これは非常に強いアピールになりましてですね、こういう宣言をしているんです。でユネスコ条約に、コミュニティとあります。これは非常に重要だと言ってるんです。さらにそれを具体的にしましてですね、コミュニティの関心と要望はこの3ページのところに書いてありますけれども、遺産の保存と管理に向けた努力の中心にコミュニティがなければいけないとありまして、この戦略資産含めた周辺が第一義的にこの資産を維持していく、さらに言えばこれを発展させていくというようなところをコミュニティが一番中心とならなきゃいけないということであります。でさらにこれをもっと言いますとですね、いろんなことが出てまいりまして、世界遺産で非常に気をつけていることがございます。それは完全性と真実性の要件でありましてです、完全って何かというと、本当の戦略地の全体を守らなきゃいけないということです。聞くところによりますと、当時戦略地より功労心というのは多分そうじゃないかと思うんですけど、彼ら大きくてですね、今の戦略地のあるところぐらいまで、駅のあるところぐらいまで全部戦略地の境内ということだったようでありまして、世界遺産にするためには完全に元に戻すということがありますので、戦略寺の将来型の義務として私はできるだけですね、元の境内に戻すということを努力義務には入れなければいけないと思いますし、コミュニティの人たちもそれを助けるようにですね、それを強化していくという形でやらなきゃいけないんじゃないかと思います。2番目は真実性の要件でありまして、完全して元の形に戻る、真実性と後で手を加えちゃいけないということがありましてですね、いとも簡単にこ の一番気になるのは鉄筋コンクリート作ると一番気になるんですけれども、やっぱりお寺さんなどもですね、世界遺産になるためには、そのまま残すことということです。ただし木造建築しますとですね、やっぱり老朽化もありまして、そのままという時に、そのままでないものがだんだん増えてくるんですけど、その時は同じ材料を用いながら同じ工法で直していく。で法隆寺もすでにもう千数百年経ってるんですけれども、元のままっていうのはもう何パーセントかしかなくてですね、だんだんもちろん老朽化に伴って直していってるんですけれども、その際は同じ材料で同じ工法で直していくということが真実性の担保だというふうに言われておりますので、できるだけその産後など修復するときもですね、できるだけ影響を保ちつつ、もしどうしても老朽化した場合には同じ工法で、同じ材料で同じ工法で直していくということが世界遺産の条件、それを助けるのはコミュニティということです。できればこのマンションの事業者などもこういう話に加わっていただいてですね、一窓抜いてもらって世界遺産に寄与してもらうというぐらいになっていただけると、非常にこの話がいいんじゃないかと思うんですけれども、またコミュニティとしてその責任があるということは、全世界的に承認された原則ということであります。で、最後に時間もだいぶあります。最後に、私のこれに対する解決策を少しもうちょっと具体的にしたいんですけれども、
どうもですね、なぜこの誰もがちょっとおかしいと思うようなところに野放図にいろいろ検証されるかって、やっぱり今の都市計画と建築基準法自体を直さないとですね、これだけでいつもこういうことがずっと後で、京都の中林さんからの報告があったのどこでもこういう問題が起きてくるということです。このシステムそのものをですね、直す義務も私どもにありまして、どうすればいいかというと、要するに今はですね、これ建築基準法に合うと周りがどうであろうと必ず確認をこうやって始まっちゃうということなんだから、周りを考慮しながらこの建物がいいかどうかを見ていくという、つまりもっと法律用にちょっと面倒くさいこと、建築確認という制度から建築許可制にする。許可制って何かというと、周辺全体を見回しながら、この建物がこの経営、地域にふさわしいかどうかを判断していくということにしたいというふうに思っています。少しもうちょっと難しいことを言うとですね、多分とりあえずは港区を中心として、私などはですね、この神社仏閣というのは日本の、人々の栄と言いますか、生活に非常に影響を与えますので、美しきもの、その中に寺院等があるんですけど、中心ともう一回配置し直してですね、その中で、さらにその寺院仏閣だけじゃなくてですね、馬数を含めて新しい都市計画をしましてですね、それに合うか合わないかということによって、建築を許すかどうかを決める。という形に変えたらどうだろうかというふうに思っています。で、後で会場からお話あるかもしれませんけれども、ずっと私取り組んでおりましてですね、その法案が今原案を作成いたしました。 できれば今国会にですね、この法案を国会に上呈して国会に審議してもらって OK であれば、ガラッと日本の社会が変わるということになるだろうと思っております。ただこれはいろんな意味で利害関係が複雑でありましてですね、土地を持ってさらにその土地を利用して何とか利益を上げようと思う人から見れば非常に迷惑の法案ですので、ある種 その非常にバトル戦いがやっぱ行われるんだろうと思います。で、さらに言うとですね、この、経済というものも少しちょっと私はとてつもなく歪んできていると思ってるんですけれども、例えば今のマンションで言うとですね、このマンション、建主は A さんになってるんです。本当の所有者は誰になると思いますか？ずっと、多分50年ぐらいこれ、このまま立っちゃうと持つんだろうと思います。実は所有者がいなくなるんですね。どういうことかというと、ファンドでお金を集めると。このファンドというのはですね、いかにも私とも話しているような手当たりと全く別な世界になります。どういうことかと言いますと、ファンドで集まるというのは信託銀行入ってきましてですね、これを利益に上回りいくらとこういう形で人に貸すといくらで集まります。これに投資しませんかということを全世界にそれこそ呼びかけるってことなんです。中国から出てくるかもしれない、アラスカから出てくるかもしれませんし、いろんな人たちが投資家で一口1万円でいいと言ってましたね。1万円って最低限1万円ぐらいと全世界から投資してきまして、で儲かるか儲からないかによってですね、毎日消費者が変わるという事態になってくるということです。でしかもこのマンションだけじゃなくて、こういろいろ連動しているマンションがいっぱいありましてですね、それを全体として、これを投資の対象にして全世界からお金を集めてやっていく。特に維持管理責任とか将来ね、これがこうだんだん老廃して誰が責任持つかって誰もわからないような、つまり完全作り逃げというか、そういう形になっていて、ここで使い切り、ひょっとすると、この厚労省戦略地一体となって、50年、100年後には、中理という概念が世界の精神の一つとして、普遍的なものになれば、ある種のその出来事を作った大きな事件の発生の地として、この世界遺産になるかもしれませんよというようなものとですね、全く違うレベルの現象が進行している。これはもう、ほとんど全世界的な価値観の戦いですね、そういうことになってきているということです。というのをこう非常に鮮やかにここはこの事件は示しているのでですね、ぜひ皆さんも私の意見が参考になるか分かりませんけれども、そういう非常に大きなスケールの意義を持った戦いであるということを理解していただいて、ぜひ今後のことを頑張っていただければと思います。簡単でした。どうもありがとうございました。五十嵐先生から世界遺産という大きな枠組みの中で
この泉岳寺のマンション問題を考えるとどうなるかという非常に示唆に富む話だったので、また後ほどさっき先生からご提案いただいた内容については少し皆さんで討論したいと思います。